ロエス小島2023年のゴールデンウィークシリーズ第39回は終敗、次節に周年を控えた一節間でしたが、水面上にはいよいよ今節の6強が登場です。春の岡山支部ナンバーワン決定戦となった第12レース優勝戦、1号艇には萱原祐希、2号艇には平尾貴則、3号艇には村岡健人、4号艇渡辺和正、5号艇吉田角郎、6号艇入見圭、以上6選手の対戦は12レースの優勝戦です。目立ったコース争いはありません。1、2、3、4、5、6の枠なりとなります。2月の地区戦に続いて地元連覇へ最大のチャンス到来です。シリーズリーダーです。1番人気は1号艇の萱原、2コースこのタイトル5年ぶりの制覇へあと1勝です。2号艇の平尾、センター3コース実績低いモーターながらもファイナルまで勝ち上がってきました。3号艇の村岡、4コース下げた方1、このタイトル連覇をかけての勝負は4号艇の渡辺、5コース初日苦しい立ち上がりも2日目からしっかりと立て直してきました5号艇吉田、サイアウトのコース今シリーズ確かな立ち回りで次節の周年始めつけたい6号艇のイルミ、進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇枠なりです。現在スリット圏ホーム向かい風3メートル前後、第12レースは優勝戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。インドカのコースアートは1号艇萱原、4号艇の渡辺、5コース5号艇吉田、後ろ1枠逃げる1号艇萱原、2号艇平尾を刺す、攻めては3号艇間を割ってくる村岡ハイレス、切り込んでくる4号艇の渡辺向上面も押し切った先頭1号艇の萱原由紀、さあ2番手の席5号艇4号艇選手から6号艇のイルミ、その後方は2号艇平尾と3号艇村岡、一緒にマークの世界優勝戦スタートは成長、2番手6号艇イルミが行く、4号艇の渡辺逃げる、刺し回って5号艇の吉田と2号艇平尾、3号艇村岡、三度は先頭1号艇萱原由紀、2番手制6号艇4号艇マード接戦、インコース6号艇ユミ、アドコース4号艇の渡辺、金さらに2号艇の平尾と5号艇の吉田も参戦です。4艇による2番手3番手レースは西村1コーナー、盛り込んでから2号艇平尾、6号艇ユルミ握る、2段でいった4号艇渡辺、宇宙通って5号艇吉田が黒向こう上面でありますが、さあ2番手ちょっぴり抜けた6号艇ユミ、しかし追走する2号艇平尾と4号艇渡辺と3位5号艇吉田、最高峰は3号艇村岡です。レースは西村黒攻防戦、先頭1号艇萱原文句なし、2番手6号艇のイルミ、3番手クルリと5号艇吉田、差し返す2号艇平尾、握って4号艇渡辺ホームに帰るも、2番手安全圏6号艇イルミ、3番手ゾーナ2号艇5号艇の接戦はさばいてリード1点手2号艇平尾、追走5号艇吉田と4号艇渡辺、レースは残り1周の攻防となりました。このレースインから堂々と押し切った先頭1号艇萱原で、2番手人気の盲点6号艇イルミ、3番手続く2号艇平尾の後方から攻めていく攻めていく5号艇の吉田ですけども、けれども踏ん張ったうちリードは2点手2号艇の平尾、上田家は162ラストコーナーの旋回と向かっていきます。今年2回目、通算節目の50回目の優勝見えてきました。このタイトル3年ぶりの制覇へ、先頭1号艇萱原、2番手6号艇イルミ、3番手2号艇平子取り切って上田家162、まもなくが悪いんです。先頭1番萱原由紀優勝のゴール、2着6番イルミ、3着7番の平子ゴール、5番の吉田、4番渡辺、ラストは3番村岡ゴール。